歯科医とトレーナーのコラボ番組トゥース&マッソ ー、はい、ということでね、ご沙汰しておりますパーソナリティの峯岸でございます。はい、まあ、今回ねまた自粛明けでやっと久々の、動画させられます、はい、馬場先生です。よろしくお願いします。まずねちょっとねコロナの話を聞いていきたいんですけども、まあ、どうでしたかコロナのいろいろ影響っていうか。いやーね、マスコミに叩かれてるかなかなかね、トレーナー業界もそうですけどね。そうですよね、やっぱね皆さんもねこの視聴者の方もご存知だと思いますけど、歯科業界もねすごくなんか 悪者のイメージがこう結構ジムもね、ジムとねあったっていうお互いこう悲しいね職業やってるわけなんですけどもまあ大変でしたよね。まあ、の影響ではどうでした、実際的な影響とかっていうのは。まあ、やっぱりあの患者さん、やっぱりこう怖がって、やっぱり今でもちょっと怖がって、行くのちょっとっていう方もいらっしゃいますよね。まあ、そうですよね、もちろんね、皆さん、ちゃんとした情報とかね、掴んでる方でしたら、そんな心配ないとかね、分かりますし、まあ、僕もね、先生とかお世話になってるんですけども、本当に先生とかきっちりやってますからね、むしろ全然、もう怖さなんか全くないですけどね。はっきり言って、まあ、どっちかっていうと、まあ、自分が、ね、本人がこう、ね、あの健康であればそんな大ごとにならないのかなっていう気がするので、そうですよ ね、まあ、そういう意味ではあのそんなに必要以上に怖がらんでたという気がするんですけど ね、そうそうそう、まあ、そこに関してはやっぱね、まあ、その情報の受け方ですよね、結局ですよね、まあ、本当に過度にねちょっとねビビっちゃってって話も出てきますけども、まあ、そこに関しては皆さんもちゃんとした情報をまた掴んで ね、あの勉強していただいて、ちゃんと自分が自分を持って形にしていただければいいかなと思いますよ ね、はい、そういうことで、ね、今回も動画やっていきたいと思います。はい、で今回のテーマはですね、この適切な食習慣と適度な運動習慣ということでいろいろお話しいただきますので、はい、お願いします。はい、まあ、これね今日こういうお題でお話しするんですけど、まあ、自粛生活の間にこう太ったりとかね、体力落ちちゃったなっていう人も多いんじゃないかなと思うんですけど ね、まあ、やっぱりこう長くね自粛生活引きこもってるとやっぱりどうしても運動不足になりますしね、もちろん、まあ、食べてるものもやっぱり偏りがちになりますよね。うん、でまあそういう私もですね、まあ、トレーニングを怠ってこうビールばっかり飲んでしまったんで、まあ、すっかり衰えてしまいました久々の運動がきつかったですよねなんかきつかった、まあ最初はないですけど、ね、まあ、ぼちぼちね取り返していこうと思ってますんで、はい、またお願いします。はい、でさてですね、まあ顎顔面の成長っていう話をね、前回とかしてたんですけども、まあ、その成長に必要な生活習慣っていうのは、まあ、適切な食習慣と、まあ、適度な運動習慣ですよみたいな話もあの前回お話しして、はい、で、まあ、またこう医学の父と呼ばれるね、古代ギリシャのヒポクラテス、有名なね、ヒポクラテスも病気は、まあ、食事療法と運動によってまあ治療できるというようなことも言うてはります。そうなんですよね、だから食事と運動はめっちゃ大事ですよと、まあ、大昔から言われてるんですよね。そうなんですよね、まあ、今回の自粛生活で、まあ、僕自身もですね、まあ、そういうことを身に染みて、まあ、分かりました。まあ、皆さんもですね、そんなことを今更言われんでも分かってると思うんですよ。分かってる頭では、まあ、分かってはいるんですよ ね、頭では絶対分かってると思うんですけども、まあ、今回の自粛生活とはでも関係なくですね、まあ、世の中には運動不足で食習慣もあんまり良くない人っていうのはめっちゃ多いですよね。めちゃくちゃ多いです ね、まあ、だから生活習慣病そんだけ増えてるんですね。そうですね、まあ、これまあ政府が出してるやつやから出していいですよね。はい、大丈夫ですまあ政府広報オンラインから引っ張ってきた図ですけども、まあ、2015年の日本人の死因別死亡割合です。これ見えますかね、赤く囲んである上位3つの死因だけで、はい、まあ、これ半分以上になるんですけど、がんと心疾患と脳血管疾患ですね、まあ三大病です。確かにね、これはこれ全部生活習慣病って言われるやつですね。まあよく見てみるとこれなんかそのコロナにかかったとかね、なんかのばい菌にかかったとか、そういう感染症って言われるもんではないんですね。そうですね、だから、まあ、全部生活習慣病、まあ、生活習慣が原因でなる病気なんですよね。だから自分自身が原因だよって話ですよ そうね、言ったらね、日常の自分の過ごし方が原因で病気になってるんですよね。確かにね、まあ、僕が扱ってる、まあ、虫歯とか歯周病、はい、まあ、これも生活習慣病なんですね。で死因の上位3つのこのがん、心疾患、脳血管疾患のほかですね、まあ、生活習慣病といったら肥満だったりね、糖尿病だったり、そうですね、高血圧だったり、まあ、他のそういう生活習慣病と虫歯とか歯周病、あの原因一緒なんですね。まあ、悪い生活習慣の結果、口の中にできたものを、まあ、虫歯とか歯周病って呼んでるわけですよね。そうですよね、まあ、これもそもそもね、あの普通に生きてる虫歯とかないはずですからね。そうなんですよね。でその悪い生活習慣の結果がですよ、まあ、虫歯とか歯周病だけっていうことはなかなかないです。
まあ、つまりですね、まあ、虫歯とか歯周病があるっていうことは、うん、確実に他の生活習慣病のリスクも高まっているっていうことなんですね。そうですよね。まあ他の生活習慣病になっとってもですね、これ若い間とか、うん、まあ、最初の頃っていうのはやっぱり症状 出てこないんですね。そうですね。みんな気づかないんですよね。どうもないから、虫歯とか歯周病はあるけどどうもないからって言って、うん、そのまま悪い生活習慣ずっと続けてるとですね、うん、まあ、年取ってから、うん、まあ、命に関わるようなことになってしまうことが結構あります。そうですよね。やっぱ本当年いってからってね、うん、よく言いますけど、まあ、僕もね40過ぎてから本当それ考えるようにね、まあ、やってきました。僕なんか50歳になりますお互い結構よろしいですよね仕事生活の間に50歳になってしまいましたからね。そうですね。そうですね。まあね、そのまあ、実際、まあ、うちでもね、重度の虫歯とか歯周病の方っていうのはやっぱり治療期間も長引きます。何ヶ月とかね、かかったりするんですけども、まあ、その間にあのがんが見つかってちょっと手術を受けてたとかね、うん、あれ誰々さんなんか経費になったなって思ってたら、うん、まあ、脳梗塞とか心筋梗塞で倒れて入院してたとかね、まあ、そういう話っていうのはもう日常的にゴロゴロあることなんですよ ね。まあ、そういうとこからもまあやっぱり虫歯とか歯周病がある、まあ、ひどい、まあ、そういう口の中されてる方はもうぜひ生活習慣を見直していただきたいなと思うんですね。やっぱり密接な関係ですので口の中ってね、うん、まあ、食べてるもんでは影響しますか、結局ね影響します。まあそれは歯に影響するのか、肥満とか体型に、ね、あと血管とかに影響するかっていうところ、うん、まあ一個に出ることはないですよね。一つの体ですからまんべんなく出てると思った方がいいですね。そうですよね、うん、まあ、適度な運動と適切な食習慣、まあ、今日のお題ですけど、うん、それを心がけてやっぱり生活習慣病にならないようにしたいですよね。そうですね。で、まあ、生活習慣病になる、ね、さっきもありましたけど、うん、一番大きい原因というのはやっぱり良くない食習慣です。まあ、当たり前なんですけど、まあ、私たち この体っていうのはもう食べたものでできてます、うん、まあ、それ以外材料ないですよね。そうですね。うん、まあ、空気からできるかもしれないですけど、まあ基本的にはやっぱり食べたものでできていると。もちろん、ね、はい、まあ、おぎゃーと3キロぐらいで生まれた人で、うん、まあ、今の体重が60キロぐらいだとしたら、うん、じゃあその57キロっていうのはもう生まれてこの方食べてきたものだけでできてるんですよね。そうですよね、うん、まあ、これは言われてみたらあそうやなって当たり前のことなんですけど、うん、まあ、普段そうやって意識することはなかなかないかなって思います。確かにね、まあ、食べるのっても本能的に食べてますもんね、うん、考えて食べないし別にね、お腹減ったら食べようっていうに、だから体にいいとか悪いとかそんな考えずに食べてると思うんですよね。好きなもの食べてると思うんですよ。そうですね、うん、確かに。でもそうやって体作ってるのは食べ物やって考えると、うん、やっぱり体にいいものを食べてたら、まあ、健康を維持できますし、うん、まあ、逆にですね、体に悪いものずっと食べ続けとったらその病気になるのは当たり前なんですよね、うんうん、ね、でもしですね、これ体がこう大きく成長する成長期に体に悪いものばっかり食べてたら、これどうなると思います？うん、うん、まあ、もちろんね、そのベースがねどんどん崩れるわけなんで、うん、まあ、何かしら影響出てくるでしょうね。ね、そんな体にも悪いものばっかり食べてて、そのまともな成長発育が得られると思いますかね？うんうん、そうですよね、うん。そういうことなんですよね。うん、でまあね、現代の日本人は2人に1人が癌になってるって言われますし、50% ですからね、考えたらね、2人に1人ですよ。もう身近にいるはずだしね、そうだったらね、まあ、僕の身近でもね、もう癌の人ってそんな珍しくないですから。で、まあ、先ほどのグラフにもあったように2人に1人以上は生活習慣病で命を落としてるんですよね。そうですね。まあ、体に悪いと分かってても、まあまあ好きやし、まあ、これ食べられへんなったらもう生きててもしゃあないわと言う人もいるんですけどよくいます人ね、うん、もうわしええねんと、うん、好きなもん食べちんだええねんという結構ほんまに死ぬでって言われちゃうんですよねそういう人限って死にそうだと焦っちゃうんですけどね、いや本当にやばいとなっちゃうんですけどね、うん、でね、まあ、みんな食べてるから大丈夫ちゃうんと思ってね、こう食べてる人も多いんですけど、まあね、まあ、みんなと同じように食べてたらさっきの話ですけども、2分の1の確率でがんになるし、2分の1以上の確率で生活習慣病で命を落としますと、うん、ね、だからそこは本当によく考えた方がいいんじゃないかなと思います。そうですね、で、まあ、食習慣ですから、うん、まあ、食べ物そのものだけじゃなくて食べ方とかね、その量とかっていうのもやっぱり重要になってきますね。これはね、私自身もね、ほんま気をつけないといけないんですけど、まず早食い、早食いの人はやっぱり ね、要注意です。これなんか増えてる気しませんの、早食いの人って。もうしょっちゅういろんな人聞くんですけどね、なんか僕もね、もうカレーは飲み物とかなんか言う人いるんですけど、僕もそれに近いもあります。これなんでなんかなって確か思うんですよね、うん、確か昔の人がゆっくり食べたイメージなんですけど、ね、これやっぱりね、多分、まあ、これまたちょっとそこはそこで深掘りしますけど、まあ、赤ちゃんからのそのね、
あの離乳食の取り方とかそういう部分で、あ、まあ、接触園芸、まあ、そこうまいこと言ってないでしょうね、書くとかね、なるほどね、ドロドロのドロドロのね、あの離乳食をすっぽんでこう食べさせられとったんでしょうね。確かに、いやけど太もやしやってたなと思うんですけど、そういうことです、きっと ね、まあ、そこはまたまた、まあそうですね、改めてまた深掘りしましょう、はい、ね、はい、まあまあ、話戻しますけど、まず早食いの人は要注意です、うん、でこれは何でかっていうと、まあ、早食いってことは噛む回数少ないですね。そうですね、うん、あんま噛まないですね、うん、噛まないで飲んでる感じですよね、はい、でまあ、一口30回噛みなさいとか、まあ、聞いたことあると思うんですけど、はい、まあ、よく言いますけども、うん、まあ、よく噛むことでこれ何が起こるかっていうと唾液がたくさん出るんですよね、うん、そうですね、うん、でその唾液の中にはちょっと難しい言葉ですけどペルオキシダーゼ、うん、まあ、そういう物質が出てくるんですが、うん、この物質が、まあ、よく混ざると発がん物質がその食べたものにあったとしてもですね、うん、その発がん物質を、まあ、無毒化してくれる、分解してくれる、これなかなかすごい情報ですねっていう作用があるって言われてるんですね、うん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 、ですけどそれはよく噛んで、うん、あの混ぜ合わせないとその効果、うん、なかなか出てこないんですね、なるほど、うん、でまたよく噛むことで、まあ、唾液腺からですね、うん、この分泌型 IgA 抗体っていうのが出てきます。まあ、この IgA 抗体っていうのは粘膜って言われるところ、うん、粘液には大体ある抗体で、うん、まあ、あのね、新型コロナウイルスとかインフルエンザのウイルスが、まあ、粘膜にくっついたときに最初にこう体がこう作用する、ね、うん、あの抗体なんですけども、うん、まあ、それが出てきます、うん、まあ、それがですね腸内細菌にもいい影響を及ぼしてくれるということですね。で腸内細菌にいい影響、まあ、腸内環境が良くなる、うん、まあ、腸内環境が良くなるっていうと、まあ、免疫が上がりますよね。そうですね、うん、まあ、あの腸に全身の免疫の 70% があるって言われてますから、うん、まあ、腸内環境を良くして免疫が上がるとやっぱり当たり前ですけど、まあ、病気になりにくくなりますし、うん、まあ、病気になったとしてもすぐ治りますよね。そうですね、うん、重症化しないということになります、うんうん、で、まあ、逆にですね噛む回数が少ないと、うん、まあまあ、単純に消化不良になるっていうのはもちろんなんですけども、うん、まあ、あんまり噛まないで、まあ、食べてしまうとですね、うん、血糖値が急激に上がっちゃいます ね、 あ、そうですね、糖質の分食べるとね、だからそれが、まあ、結局早食いすると太るっていうのはそういうことなんですよ ね、うん、すね、血糖値が急激に上がっちゃうから肥満とか糖尿病とか、うん、がんの原因になっちゃいますし、うん、で、まあ、やっぱりよく噛まないと、まあ、歯に汚れもつきやすいので、そうか、まあ、そういう部分で、うん、まあ、虫歯とか歯周病も増えてしまいます、うん、やっぱり噛むことによってその歯をちょっときれいにする作用ってやっぱあるんですね。やっぱりこうね、自浄作用っていうんですけど、まあ、噛むことでそういう部分もありますね。なるほどね、で話つながってきます、確かに、そうやったら、うん、で、まあ、まあ、食べ方としてはそんな感じですね、うん、あと、まあ、量ですよね、うん、まあ、僕ももちろんそうなんですけども、うん、当たり前のように1日3食食べてますよね、うん、まあ、それどころかさらに間食もしますよね、まあ、なんやかんやとね、もう食べる機会ないから多いですもんね、この現代っていうのは ね、まあ、それが当たり前のように1年365日毎日そうですよね、うん、で日本人っていうのはもともと1日2食だったらしいんですね。ああ、そうなんですね、うん、なんか3食になったっていうのは諸説ありますけど、まあ、江戸時代からって言われてたりね、うん、しますよね。じゃあ、何ご飯がなかったんですか。朝ご飯がなかったんですか。昼ご飯がなかったのか。何ご飯がなかったのか知らないですけど、どっか行ってないわけですね。とにかく2食やったらしいですね。で、まあ、腹8分目に医者いらずと、はい、まあ、昔から言いますよね。言いますね、養生君的なやつですからね、うん、まあ、さっき出てきたヒポクラテスも月に1回断食したら病気にならないと。あ、ヒポクラテス大先生もそう言ってたんですもんね、その時から。うわ、もうその言葉信じて今でも月1回断食してますから、ね、やってますよね先生コツコツやってますからね健康マニアですね僕やってないですよ、僕は苦手なんで、ね、やってないですけど、まあ、やってられますもんね、うんうん、まあ、逆に言うと、まあ、食べ過ぎっていうのはこれも病気の原因になるっていうことなんですね。うん、そうですね、間違いないね、うん、で、まあ、さっきも言いましたけど、まあ、体の免疫の70%っていうのが、まあ、腸にあるんですけども、うん、まあ、消化吸収に絶えず忙しくしてるとですね、うん、その 70% の免疫、腸にある免疫がやっぱり働かないんですよね。消化吸収にばっかりパワーを使ってしまうので、うん、だから風邪をひいたりとかちょっと体調悪なった時に食欲なくなるっていうのはそういう現れなんですね。そうですよね、うん、まあ、体の方が今も食べてくれないと、消化吸収じゃなくて免疫をフルに働かしたいから、うん、食べてくれるなというサインを出してるんですよね、うん、そうですね、うん、でまたですね、まあ、これ現代の食品っていうのはいろんな添加物入ってます。添加物ね、もうこれは発汗物質も入ってます、うん、まあ、体にとってあんまりいいもんね、入ってないことも多いんですけども、
食べ過ぎるっていうことはそんだけ有害物質もたくさん摂取してしまうことにもなりますからね。うん、そうですね。単純にね。まあそんだけ、ね、確率上がるわけですもんね。食べられてたらね、うん、そんな毎日ね低カロリーなし食ってまずしないですよね。なかなか難しい、ね、この現代社会でね、うん、だからよくまあ噛んで、まあ、消食を心がけてれば、うん、まあ、よく噛むことで発がん物質も無毒化されるし、うん、まあ、そもそも食べる量、ね、そんなにたくさんじゃなかったら、うん、まあ、あの入ったとしても体はちゃんと出すようになってますので、うん、まあ、食べ過ぎない、そうですね、うん、あまり噛まずにたくさん間食もバリバリしてるとそれは病気になります、うん、確かにということですね。でですね、まあ適度な運動習慣というところなんですけども、うん、まあ、文明の発達に伴ってですね、うん、まあ、歩く距離だとか体を動かす時間というのはまあだいぶ減ってしまってますよね、うん、まあ、私もそうなんですけど、まあ、どこ行くのにも車、うん、ここ来るのも車、うん、まあ、ここはしゃあないですけどねここはね、ここは遠いですから、ここチャリンコで行けば言わない、さすがにね、先生門間なんで、ね、歩いたら何時間かかるか分からないですけどねもう多分旅になっちゃうね、これね、ちょっとした旅、冒険になっちゃうんでまあ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 、まあ、それ以外でもやっぱりどこ行くも車っていう生活になっちゃいますよね、まあね、まあ、そういう人多いと思います。うん、まあ、実際にまあ現代人 の, その筋力低下をまあ示すデータもありますし、まあ、それとともにやっぱり骨格も変化しているって言われてますよ ね, で骨盤の形もそれで変わってしまってて、まあ、それがやっぱり難産だったりとかね、そういう胎児の発育にも影響しているっていうふうに考えられてますね。で体幹筋力の低下っていうのはやっぱり姿勢を悪くしてきますよね。まあ、それが結果として、まあ、以前にもお話ししたように、うん、姿勢が悪くなればやっぱり顎関節の成長発育の不足っていうのも招いてしまいます。うん、まあ、要は歯並びも悪くなるし、まあ、呼吸も良くなくなるしってことですよね。だから、まあ、実際日常的に全身使って遊び回ってる子っていうのは噛み合わせの問題が少ないよっていう報告もあるんですよね。まあ、納得です、確かにそう聞くとね。だから小さい時から毎日全身を動かして遊ぶっていうことは、まあ、全身の発育が良好になるっていうだけじゃなくて、うん、まあ、呼吸とかね、うん、そういう噛み合わせにも影響があるっていうふうに考えられています。そうですね。まあ、もちろん生活習慣病の原因にも運動不足っていうのはなりますよね。そうですね、もちろんね、それはね。だから適度な運動習慣っていうのはやっぱり必要なんかなと思うんですけども、まあ、この部分については峯岸さんにちょっとお話ししてもらいたいなと思います。そうですね、はい。まあ、もちろんね、まあ、運動習慣、まあ、皆さんもね、この見てる方もね、まあ、トレーナーさんもいるし一般の方もいるかもしれませんけども、やっぱり運動習慣って難しいんですよね。まあ、そもそも習慣っていうのはこうね、やっぱなんか自分でしなあかんっていうイメージがそうあると思いますね。これしなあかん、これ続けなあかんっていうところが、本当はそんな運動せなあかんって思わず、うん、日常生活の中で体を動かしてるっていうのが一番自然なんですよね。はい、でもさっきも言ったようにどこ行くも車ってなっちゃってますからね。そうそうそう、っていうまず前提がありますので、はい、まあ、だからまあこの現代社会でじゃあそれガラッと変えろというのは非常に難しい話になってくると、いう分がまず一つあるかなというのがあって、まず習慣づくり難しいというのが一つですよね。まあ、あとはね、こうやってこういう、まあ、今動画とかいっぱい出てますけども、やっぱね、さまざまな例えば体について勉強とか知識やっぱ入れないとあかんと、やっぱ人間って納得して理解しないとやんないじゃないですか、絶対に。イメージがそうした方がいいかなってやったら最初だけでやんなくなるパターンというのが、いや、意欲っていうのは大事ですよね。そうなんですよ、うん、でそこで本当にやろうとかやらなあかんっていう意欲をまず湧き出させていかないと、うん、まずね、僕らはどんないい情報をバンバン与えても結局消化不良になったりとかしてしまって、うん、やっぱりやらないっていうのが、まあ、僕のね、もう23年も24年目かの運動指導経験の中では、まあ、結論になってきたというふうになっていくんで、うん、ですからまずね、僕が最初のカウンセリングでよく言う話するんですけども、まず現状はどんな感じですかというところを話をしていって、でまずやっぱりまず1個だけなんですよね。1個だけなんかじゃ運動できるところを作りましょうかってことを提案していくというところからスタートしていくというのが一番いいのかなっていうのが、うん、ありますよね。まあ、先生もね、まあ、例えば普段ね、仕事があってで家庭があって趣味があってっていうね、だからその中にね、こうやって運動をね、まあ、今週1回ねきっちり来ていただいてるんですけども、この週1回来るってことがまずねテーマになってると思うんで、うん、いや本当にまあね、週1回だけですけど、それを時間作って ね、そうそうそう来ないと運動しないのかだけど現実そういうもんだと思いますよ、これはね。やっぱもちろん理想論は一般ですけどね、うん、まあ、僕はそこはやっぱ理想論じゃなくても現実論を探していった方がいいのかなというのがあるので、うん、まあ、だから僕らみたいなパーソナルジムもそうですよ ね、 そうですね、約束してちゃんと予約取ってお金払ってっていう、そういう環境を作らなくちゃいけないというのが一つの、まあ、縛りなんですけども、もう作った方はやっぱり来ますよね、うんうんうん、言うたらで、まあ、来てちゃんとそれが毎回毎回継続になったら、それが流れになっていきますので、
一つのね、安心材があってからと、うん、そうですよね。僕も多分その根岸さんにお願いしてなくて、単にこう大きいね、ジムに一人で通うってなったら、うん、今日はえっかって多分行かなくなると思うんですよ。これはね、約束してるから、あ、うん、もういいかなみたいな、めんどくさいなと思うこともあるんですよ。あります、あります。あるんですけど、まあ、約束してるからっていうのがあって行くんですよね。うん、ここは人間でやっぱ本質だと思うんですけどね、うん、やっぱね、最終的に人間で楽したいじゃないですか、うん、あの動きたくないし、な怠けたいし、うん、あのだらっとしたいんですよ本当はね。よくわかりましたね。そうそうそう、自粛生活でね、これ本当多分2ヶ月自粛生活ね、まあ、僕のね馬場先生の他の以外のお客さんも話聞いてますけど、みんな同じ。やっぱりもうだらっとしてるとだん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 億劫な味を始めたっていうのはみんな同じで、太ってきたとかねっていうパターンも多かったですけども、うん、まあそうなんのはもうこれ本質なんですよ結局人間のね、っていう部分は僕は理解してるんでね、まあ、なんかそこの部分からスタートしていかないとやっぱ強制にやってもダメですし、うん、まあ、続かなくなって意味なくなってくるというところなんで、まずは一つだけのねテーマを作っていって、そういう環境を作った方がいいのかなと、ね、うんうん、という存在が僕らの存在価値だと思ってるんですよね、はい、トレーナーがなぜいるかっていうのはそういうところに、うん、ね、だって普通考えたら運動なんか別どこにもできますしね、うんうん、ジムもいっぱいあるし、そうですね、公園などできますからね、うんうん、まあ、けどそれがなかなかできないからっていうのがね、うん、あるわけなんで、うん、だ僕の提案としてはまずですので、まず1個のことを作っていきましょうからスタートしましょうっていうところで、その1個が続けられたら OK ですよっていうふうに考えた方がいいのかなっていうのが僕の運動習慣、まあ、適度な運動習慣それないかなっていうのは考えてますけどね、うん、はい、まあそんな感じですね、うん、まあ、あのとにかくちょっとまあコロナでね、こう、うん、まあ、自粛生活長くてやっとこうね日常を取り戻しつつありますけど、そうですね、まあ、ちょっとずつこう、まあ、食とかね、運動とか落ち着けばこう見直していって、そうですね、まあ、ね、あの次ね、もしまたなんかコロナが第2波来たとかになっても、まあ、ビビらんで済むような体を作っていけたらなって思うんですけど ね、まあ、まさに今馬場先生がおっしゃったようなことをちゃんとやるときは、見たコロナも本当かかりづらくなるはずなんでね、うん、確実に免疫も上がってきますし、なったとしてもね、まあ、重症化することはまずないので、そう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 、まあ、自分さえちゃんとした生活してればいいだけの話なんですよ ね、うん、ね、そういうとこまたね、あの改めて見直していって、まあ、今やっと皆さん落ち着き始めたと思うんでね、うん、ちょっと冷静になっていって、うん、こういうことを考えていって生活見直していただければいいかなというところで、ね、今日はね締めていきたいと思いますので、はいはい、で今日もありがとうございました。ありがとうございました、はい、じゃあまたね、皆さん次回作でお会いしましょう。はい、さようなら。